さあ時計の針は午後3時を回りました。ここで素敵なゲストさんがスタジオの中にいらしております。演歌歌手イラミナ聖輝さんです。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、イラミナ聖輝です。よろしくお願いいたします。イラミナさん、この FM 小座のスタジオは初めてですか？そうですね、はい。私生まれも育ちも沖縄県なんですが、うん、FM 小座さんにお邪魔するのは今日初めてで、はい、緊張しております。さあ今回実は、お知らせがあるということでお越しいただきました。はい、はい、なんとちょっと私の方で紹介していいですか？あ、お願いします。はい、なんと演歌歌手イラミナ聖輝さん100枚目のシングルひ孫発売でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう100枚目になるんですね。そうですね、はい、まあ早いようでなんかもう100枚目ということで、うん、リリースさせていただくことになりました。これさあ今回は演歌歌手イラミナ聖輝さん、100枚目のシングルひ孫の発売を、ねご報告に上がっていただいているんですけれども、なんと近々ライブがあるということでお聞きしております。ありがとうございます。はい、来る5月の17日火曜日ですが、今回の100枚目のシングルひ孫の発売を記念してですね、100枚記念イラミナ聖輝コンサート in 沖縄アリーナで、やらせていただく運びとなりました。はい、5月の17日火曜日午後3時開場、開始の時間が午後4時、そして、なんと5時間のライブということで伺っております。またこう長丁場になりますね。そうですね、やはり100枚シングル出しておりますので、はい、まあ、全部歌ってその5時間で収まるかどうか、うん、まあちょっとそうですね、まあ、やってみないとわからないんですが、あのライブのイメージとかってやっぱりこう前説があったりとか、でライブが始まって途中でこう間に、バンドメンバー紹介しますみたいな流れあるじゃないですか。はい、イラミナさんのそのライブの時ってどのようにされてるんですか？あ、基本的には私一人です。一人で、はい、一人で5時間。5時間、はい、途中の喋りもほとんど私やりませんので。あ、じゃあもう100曲本当にもうスタートしたらもう最後まで。そうですね、メドレーですね。メドレーなんですね、大丈夫ですか、喉と体力的に？いや、もうこれは私あのずっとこの世界でやっておりますから、はい、問題ございません。問題ないということで、はい、あ、そうそう、やっぱりこの長い演歌生活の中で、演歌歌手生活の中で体力で大事になるじゃないですか。はい、こうイラミナさんのこの、まあ、パフォーマンスを維持するため、向上するため取り組んでることもし何かあれば。いや、よくぞ聞いてくださいました。はい、今回ひ孫の発売を記念してということなんですけれども、今回のそのひ孫、改めてですけれども、どのような思いで制作されたんでしょうか？はい、私まだ孫もひ孫もおりませんが、皆様のお話を聞いてですね、まるでひ孫をいるかのように歌詞を作り、曲を乗せて、そして皆さんに思いを届けたいと思い、心を込めて作りました。記念すべき100枚目のシングルです。どうぞ皆さん、聴いてやってください。はい。さあ、それではこの曲を聴きながらイラミナさんとはお別れです。じゃあ最後に、曲紹介をよろしくお願いします。イラミナ聖輝で、ひ孫。演歌歌手イラミナ聖輝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。